にゃーき。なんかホストの中でも王子様系とかオラオラ系がいらっしゃるじゃないですか、はい、皆さんは普段はどっちですか？普段、はい、王子様かオラオラのどっちか二択ですか？何々系みたいな感じですか？はい、何々系みたいな。なんとか王子ですみたいなことですか？そうです。ん、はい、なんとか王子？なんとか王子あ、おー、じゃあ何王子だろうね、勇気は。じゃあ何王子、私生活が。いやー、なんだろうな、でも、うん、いや、ほんとね、はい、特にこれといったことなくて、僕結構役柄に近い感じですか？いや、でもないと思うんですけど、でも、はい、なんか普段から勇気だよねとは、あの、うんうんうん、ね、言われたりはするんですけど、うんうん、多分そのたたずまいだったりとかもしれないですけど、はい、でも普段はね、なんか、でもちょっとあの普通に歩いてるはずなのに、はい、ちょっと5センチぐらい浮いて歩いてるみたいな、なんかイメージかもしれない。地に足ぐらいに、そうそうそう、地に足ついてなんかふわふわしてる独特な空気感を持ってますって思ってる。ふわふわ男子、ふわふわ男子、ふわふわ王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 子で、じゃあふわふわ王子だと俺なんなの？俺もわかるよ。なになに？わかるよ。俺もわかるよ。最初の文字言って、しし、あー、俺すだったわ。あ、すです。俺か、かだったな。か、いやいや、違う。俺は純粋に、かき王子だった。あー、かきね。かき好きなんですよ、プライベート。かき王子。俺は、しも。あー、俺もちょっと似てたわ。俺は、すの次はけだったの。うん、しけ、す、すの次はけ。うん、その後はべ。あ、すけべ王子。あ、すけべ王子。下ネタでしょ。下ネタ王子。だからまあ、うん、同じと同じ感じですね。で、牡蠣でしょ。これもう、うん、性欲王子ですね。プライベートでは。プライベートじゃない。プライベートの話です。プライベート、プライベートはもう九州男児なんで、女性とは一切口聞かないです。あ、そうなんですか。はい。いいじゃない。いいんじゃない。くぼみでは。くぼみで何？僕も、まあ、九州男児なんで、その、自分がこう思ったことは絶対貫き通すとか、曲げたくない部分は多分ここの九州男児はあると思うんですよ。なるほど。頑固かな。いや、頑固っていうよりも普段は多分持ってるものは多分芯がガッチリしてるけど、普段はでもこっちもふわふわですよ。結構天然なので。そうですね。天然、天然。そうですね。そうなんですね。はい。はい、結局何王子？何王子？何王子ですか？カチカチ王子でいいんじゃない？カチカチ王子？カチカチにカチカチ。カチカチ。そう。で、やっぱゴーイングマイウェイ、ちょっと芯を持ってるから、九州男児なんで。ああ、じゃあカチカチ王子。カチカチ王子。カチカチ王子。はい。いかがですか？いかがですか？僕ですか？はい。僕自身は、ちょっとあの優しすぎる王子だと自分では思ってるんですけど、女性に対して。はい。私生活も。ああ。なんだろうな、なんかすぐ、大丈夫かって思っちゃいます。あ、うん、優しいね。でもそれ女に関わらず男にもですよね、うん、もう根っからの兄貴分っす。あ、そうなんですね、うん、にゃーき。はい、ここで皆さんの素顔に迫ってみたいと思います。イエー、指差しゲーム。この中で一番しっかりしている人は。あー、なるほどね、しっかり。あー、しっかりしてる。せーの。お、あ、全員違う。全員違う。あ、違う。俺とマスク一緒でしょ。俺、ヒデちゃん。そうだ、俺だけ票入ってない。はい、座長です。座長。座長。座長。まあまあまあ、はい。1番クボビデだね。ビデちゃんです。なんでそう思いますか？いや、まあ、でも本当に芯もしっかりしてるし、はい、まあ、しっかりしてるかな。しっかりしてる。なんか僕のイメージでは、なんかその稽古場であんまりふざけてないというか、うん、結構ちゃんと真面目にやってるなっていう印象があったんで。なるほど。あ、やっぱり自分しっかりしてるなって思いますか？いや、しっかりしたいなっていう方が大きいです。しっかりしてるなとは思わないですけど、はい、しっかりしていきたいなって。もう年ももう、ね、はい、30近いですし、人としてちゃんとしていかないとなっていうのがあって、はい、でも稽古場とかそういうところは真剣にやりつつも、うん、ふざけるとこはふざけてみたいな、そのメリハリが必要だなっていうのはすごい常日頃から気をつけてますね。この中で一番男っぽい人は。ああ、なるほどね。ああ、男？男気？男気。男気？はい、男気ね。せーの。これは自分は負けたくない。うん、わあ、もう絶対自分だって思いました。
自分だって思ったとか、自分の中で自分のその道徳というか美学があって、なんか男らしくいたいなっていうのはあります。いや、かっこいいですよ、本当に。普段からここ同じ年で一番上なんですよ。あ、そうなんですか。で、それプラスやっぱ飲みに行ったら絶対マース君が出すし、出させないですね、僕たちに。あ、そうなんですね。でもお金ない時は、あ、ごめん、今日用事あるんだよね、みたいな。なるほど。ごめん、行かない。男っぽく去っていくんですね。そうそう。で、ポンとかやりますよ。ポン。もうイチャイチャすんだよ。終わりが見えない。変わりますよ、席全然。大丈夫、変わるよ。では、この中で一番見た目と中身のギャップがある人は。あー、わかった。あー、はいはいはい。せーの。あれだ、あれ、うん、22だ。あ、22。どういうギャップがありますか。やっぱね、こう美しいみたいな、なんか頭良さそう、知的って思えるけど、案外もう本当にど天然なんで、だからそのギャップがあるなと思います。なんかエピソードとかありますか。舞台稽古中にこんなおどじな、どじ、あんまどじしないっすよね、はい、僕。あ、そうなんですね。おちょこちょいはあるけど、はい、そう、おちょこちょいね、おちょこちょい。だからもう話してて、なんかあれこれ言ったけど、あれなんか答えが違うなって帰ってきたりとか。あ、なるほど。ギャップがあるんですね。なんですかね。でも僕も、でも同じような理由はでもある。多分似てるかも、この方が似てるね。似てるとこあるんですよ。僕もその見た目、第一印象とかよく、あ、クールだね、なんかおとなしそうな人なんだねとか言われるんですけど、でも中身を知ると、あ、全然違ったねみたいな。基本なんかバカをすることとか、なんか楽しむことが好きだから、でそこを知られると、あ、なんか全然違うねって呼ばれたりはします。ギャップがある2人。はい、にょーき。せーの、水曜のにょーき。